銀座クロッシングトークは一人一人の安心と夢を支えるソニーフィナンシャルグループの提供でお送りします。金融アナリストの小川真希が時代を切り開くリーダーを迎え、多彩な視点で議論を深める銀座クロッシングトーク。今回のゲストはイェール大学助教授で半熟仮想代表の成田悠輔さん。データ分析やアルゴリズムを駆使しながらビジネスの施策や新たな政策を評価したり、どう設計すれば成果が得られるのかを予測立案することが成田さんの専門分野。卓越したワードセンスと誰にも忖度しない発言でテレビやウェブメディアに引っ張りだこ、世間をざわつかせている気鋭の経済学者です。成田さんは国際社会の混乱や日本経済の実像をどう分析しているのか、クロッシングトーク。データやアルゴリズムを使い物事を評価設計するのが成田さんの研究。その具体的な内容についてまずはご本人から説明していただくと、世の中にあるいろんな政策とか制度とか、はい、ビジネス施策みたいなものってあるじゃないですか、はい、でそういういろいろな制度とか政策に、まあ、本当に効果があるのかっていうのを過去のデータに基づいて評価したり、はい、まあ、あと新しい政策と制度を作るってなった時に、まあ、どういうものを作ったらいいのか、どういう制度を入れたらどんなことが起きるのかっていうのを、まあ、予測してそれに基づいて良さそうなものを導入しようみたいなタイプのことをふわりと言うとやってるんですよね。例えばウェブサービスとかオンラインショッピングとか e コマースみたいなところで、はい、まあ、どういう商品を推薦するかとか、その商品にどういう値段をつけるか、まあ、例えば教育とかで、うん、最近だといじめとか虐待とか、あとは不登校みたいな、まあ、難しい困難を抱えてる子どもみたいなものをどうやったら見つけられるかとか、はい、まあ、その人たちにどんな手を差し伸べたらいいかみたいな問題を考えたりするっていうような形で、まあ、政策寄りの話からビジネス寄りの話までいろいろとちまちまとやっているという。その中でアメリカの新型コロナ病床支援金の効果について成田さんの研究では驚きの調査結果が出たといいます。コロナの病床支援金っていうのが実はあんまり意味なかったんじゃないかっていうのが分析を結果に出てきたっていうお話なんですけど、アメリカ政府なんかはこういくつかの条件を満たしているような病院に補助金を出すっていうルールを、まあ、明瞭にこうはっきりとデザインして使ってみたんですよね、うんうん、じゃあそのルールを使って流し込まれた補助金が本当に病院がコロナ患者の人たちを受け入れるのをこう後押しするのにしっかり使われたのか、うん、病床は増えたのかとか、はい、コロナ患者の受け入れ人数は増えたのか、まあ、こういうような指標に影響を与えているかどうかをまあ測ってみたんですよね。具体的には先ほど の, そのルールに従って補助金を与えるような病院と与えない病院っていうのを決めてるんですよね、はい、でそうするとそのルールの基準を満たすか満たさないかギリギリのあたりで、あほとんど同じような病院なんだけれども、はい、たまたまその基準をちょっと上回るかちょっと下回るかの違いによって補助金を受け取れた病院と受け取れてない病院っていうのが生まれたんですよね、うん、でこの2種類の病院でほとんど同じ病院が補助金を受けた場合と受けてない場合で、まあ、違いが生まれたのかっていうのを比べてみると、まあ、ほとんど生まれてないらしいと、結果が出たんですよね。また日本でもコロナ対応の医療機関支援におよそ8兆円が投じられましたが、日本でも大きいお金投じてるわけですからね、ちゃんと効果の報道を見てほしかったりしますよね、国民としてはね。まあ、アメリカの場合はその補助金を出すためのルールがはっきり公開されていて、はい、でしかも各病院単位のコロナ患者受け入れ数とか、はい、重症化して病院に入院している人の数とかっていうデータが公開されてたんですよね、はい、でなのでそれを使うことで補助金の効果を分析することができたんですよ。で日本の場合ちょっと難しいのはちょっとよくわからないブラックボックスの基準に従って、うん、どの病院にどれぐらいの補助金が流し込まれるか決まっていると、うん、でしかもその結果として何が起きたかっていう成果指標みたいなものっていうのもあんまり公開されてないんですよね、データとして、まあ、なので現状で聞くところだといくつかの自治体が内々に
内側で関係している研究者とか分析者の人に、まあ、分析結果を依頼してみると、そうするとあんまり自治体にとって嬉しくない結果が出てくるので、結果は公開しないことにしましょうっていうことになってるっていうような話をよく聞くんですよね。1年の半分をアメリカで暮らしているという成田さん、アメリカ経済の今後についてどう見ているのでしょうか。今アメリカって結構、まあ、インフレがこれまでにないぐらいの勢いで物価の上昇やっぱり感じてらっしゃいます。データとか公式の統計上は平均的な物価が 10% 上がってるっていう感じですよね、うん、はい、9.1 だったかな。多分ニューヨークのあたりとかで体感値としていったら、はい、少なくとも数十パーセント上がってるっていう感じなんじゃないかと思いますよね。今一生懸命その金融引き締めやってるじゃないですか、まあ、私見てるそのマーケットの人たちからするとこれはアメリカは景気後退に行くとかですね、悲観的な見通しも結構出てきてるんですけど、このあたりってどうご覧になってますか。前代未聞に近い金融政策とその後のインフレとか為替の動きが起きているので、うんうん、はい、まあ、予測しろと言われると予測しようがないですよね。そうですね。ただここ20年のアメリカ政治経済の一番大きい問題は何だっただろうかって考えてみると、はい、2001年ぐらいに中国が WTO に加盟して、はい、でそこから一気に、まあ、それまでも伸びていた中国からの輸出がガッと伸びて、でその結果としてアメリカの製造業とか自動車産業とかはものすごい大きな打撃を受けたわけですよね、はい、うん、数百万人から下手すると1000万人単位ぐらいの人たちが仕事を失ったと、うん、でさらに重要なのは、まあ、そういった人たちが行き場を失って、その失ったアイデンティティを取り戻すために自分たちの代弁者になって今のアメリカ社会をぶっ壊してくれるような存在っていうのを望んでしまったと。それが2016年のトランプ大統領誕生とかに直接につながっただろうというような分析もあるんですよね。なるほど。昔ながらの工業地帯で暮らしていた人たちが全員失業して、うん、でその代わりカリフォルニア周辺のよくわからない超高学歴な移民中心の人たちが作り上げた100兆円企業みたいなものっていうのが、まあ、同時に一つの社会の中に共存しているみたいな、まあ、すごくいびつな状態が生まれたと。でそれが猛烈な形で さらにそのギャップが大きくさせられているのが今の猛烈なインフレとその前のコロナ禍なのかなと。なるほど。やっぱりそういう問題をバイデンさんは格差是正しますみたいな政策を言ってますけど、ちゃんとこう戻せるものなのかどうかってどう思われますか。その格差みたいなものって典型的には、とてつもない時価総額を持っている独占企業と、その独占企業の時価総額に恩恵を預かっている資本家投資家からストックオプションを持っているエリート労働者みたいな人たちとして出てくるわけじゃないですか、うん、でアメリカ社会とかアメリカ経済の一つすごく面白くて多分いい側面は、その独占企業の巨大な世界で一番大きな波を作り出してはそれを自分たちで叩き潰すっていうことをずっとやり続けてきてるっていうのが、はい、アメリカ経済の凄さだと思うんですよ、うん、ここにじゃあ20年ぐらいのインターネット産業、その前のコンピューター産業でその前の80年代ぐらいの金融産業、でその前の自動車航空製造業ですね、製造業ありますよね、どの産業の波でも絶えず巨大な独占企業を作り出しては20年ぐらいでそれを叩き潰す次の若者たちが現れるってことを繰り返してきたわけじゃないですか、で それがあの国 その一番の活力の源泉なんだと思うんですよね。という意味では政府が短期的な対策として何をやれるかということよりは今その資本家側にうまいことを陣取っている独占的な存在を引きずり下ろせる次の独占企業たちをどういうふうに作り出せるのかっていうことの方が問題なんだろうと思うんですよね。この後日本が抱えるさまざまな課題を独自の視点で成田さんが切るクロッシングトーク。ソニーグループで金融事業を担うソニーフィナンシャルグループは金融のプロフェッショナルとして培ってきた人に寄り添う力とテクノロジーの力を掛け合わせて
人一人の安心と夢を支えていきます。心豊かに暮らせる社会を目指して、ソニーフィナンシャルグループ。経済学者の成田悠介さんとお送りしている銀座クロッシングトーク。テレビやウェブなどのメディアを通じ、忖度のない発言で注目されている成田さん。ここからは日本が抱える様々な課題について独自の視点で語っていただきます。格差社会の是正っていうのが、まあ、今日本ではだいぶ話題になっているとか、政府もその分配策っていうことをまあ言ってるわけですけれども、これについてはむしろ格差を作り出すことが大事だと。一番大事かなと思うのは、格差を作り出すパワーとかエネルギーがあるぐらい、ギラギラ稼ぎまくってる人みたいなのが今見当たらないじゃないですか。孫正義さんみたいな、もう どこまでも勝ち続けるどこまでもでかくなり続けるみたいな、無限の欲望を持ってるって感じの人あんまりいないんですよ。そうですね。っていう意味で言うと、なんか頭の中では格差っていうと確かになんかすごい重大な問題で、どこかに犯人がいるような気がしてくるじゃないですか。だからじゃあ誰が犯人なのかって言っていろいろ考えてみると、格差を作り出してる、稼ぎまくって大きくなりまくってみんなを置いてけぼりにしてる犯人みたいなのっていうのが、気づいたらほとんどいない社会になってるんじゃないかと。でその犯人がいないっていうことの方がずっと問題なんじゃないかなっていう気がするんですよ。もともと欧米に比べるとその格差って全然日本は少ないですもんね。少ないというのと、上の稼いでる人たちがどんどん稼いでしまって上の方に行ってしまって格差が生まれるっていうパターンあるじゃないですか。でこれがそのアメリカ型の過去20年ぐらいの格差の作り出され方だと思うんですよ。だけどいろんなデータを見てると、日本で起きてるのはどっちかっていうと下っ側にみんな落ちていてで本当にガチの子どもの貧困とかに陥ってしまうような人たちが増えていって、みんなが傷ついていて、みんなが犠牲者であるようなタイプの問題なので。まあ、格差っていう言葉じゃなくて貧困とか、あるいは何か新しい言葉を作り出した方がいいんじゃないかな。確かに確かに、そうですよね。続いては少子高齢化問題について。成田さんは少子高齢化と経済成長は関係ないのだと。もうちょっと正確に言うと、少子高齢化が起きれば人口が減ったり、実質的に働ける人口が減ったりするんで、まあ、それは国全体の成長みたいなものは厳しいですよね。ただ、一人当たりの豊かさみたいなもの、世界全体で過去20何年とかで、どれぐらい労働力の少子高齢化が進んだかっていうことと、一人当たりの GDP 成長とかがどれぐらい伸びたかっていうのを見るとあんまり関係なかったりするんですよ。で実際に北欧諸国とかデンマークとかドイツとか、こういった国もかなりこの成熟して古い国なので、少子高齢化問題を日本と同じように経験してはいるわけですよね。ただ小さい国ですけど、それぞれ、一人頭の豊かさみたいなものを見ると、今もう日本よりも全然豊かな国でちゃんと成長できてる場合っていうのはあるわけなんですよね。例えばその北欧の例でいうと、IT とかその生産性の向上とか、そういうことですかね。例えばその製造業の製造ラインみたいなものをどういうふうに自動化するか、小売店舗の接客みたいなものをどういうふうに無人化して、店員さんがいなくても回るような店舗をどう作るかみたいなことっていうのがどんどん大事になってくるわけですよね。そういう意味で言うと、その少子高齢化している国ほど人間が関わらなくても無人で動いていくような社会を作り出すプレッシャーっていうのは強いってことになると思うんですよ。そのプレッシャーをうまく利用できた国っていうのは、人間自体が少子高齢化していても、実質的にそれを機械とかロボットみたいな存在が補ってくれたりするので、国全体としての豊かさみたいなものはあんまり変化しない場合が、あるいはちゃんとそこそこ伸びていける場合が多いっていうことは、ここ20、30年の地球が証明してきてるのかなと思いますね。そして詰め込み型といわれる日本の入試制度について、一見閉鎖的で画一的に見える制度にも評価すべき点があると成田さんが言います。入試とか試験に基づく合格不合格みたいなのがほとんど存在してないアメリカみたいな国に比べると、
いい側面もあるっていうことはちゃんと理解しておいた方がいいのかなっていう気がするんですよね。つまり何の指標で人をどう評価しているのかっていうのがはっきりしているので、どんなに性格が悪くても、はい、どんなに気持ち悪くてもその基準さえ満たせば東大とかになぜか入れるようになってるじゃないですか。でそれはまあ結構尊いことで、はい、人間の歴史を見ると例えば人種とか民族みたいなものとか性別とか人間がもう生まれながらに持ってしまってるような属性に従って、うん、どのコミュニティに入れるか入れないかっていうのを決めるってことをずっとやってきたわけじゃないですか、うん、なのでそういうその人が持っている生まれながらの属性みたいなものを人工的に切り落として、この基準さえ満たしてればどこかに入れる、何かを手に入れられるっていうことを保障している制度っていうのは、まあ、いくつかしかなくて、でこれを作るために今人間はすごく血の滲むような努力をしてきたんだと思うんですよ、ね、なのでそれの良さを忘れないようにするのが大事なのかなと思ってるところです。こうした課題が山積する中で、岸田政権が掲げている新しい資本主義を成田さんはどう評価しているのでしょうか。岸田政権の言ってるその成長と分配の好循環っていうのを作り出そうっていうのはどういうふうに評価されてますか。あんまり言葉も定義されてないし、うん、そんなに内容がある話じゃないと思うので、はい、評価のしようもないのかなっていう感じですかね。なるほどなるほど。前に岸田さんにインタビューした時に彼が言っていたのは、ここ10年20年で日本経済は成長してきた、だがその成長の果実が歪んだ形で分配されている、大企業とかはその利益を内部留保として溜め込んでいるように見える、それをちゃんと分配しなくちゃいけないみたいな、そんな感じのことをおっしゃってた記憶があるんですよ。だからそのストーリーよく語られるんですが、実際には根本的に間違ってるんじゃないかなと思って、ここ20年ぐらい日本経済の成長率って、先進国中最低なのは多分国民の3分の1ぐらいには知れ渡ってるんじゃないかと思うんですよ、はいはい、ただ実態としてはもうかなりアフリカとかで内戦状態にあるようなタイプの国が直面するのと同じぐらいの状況になってるんだと思うんですよね、つまり60万人ぐらいの人たちが毎年減っているので、自分たちが自然死していくっていう、寿命という敵と内戦を繰り広げてるんだと、内戦状態にある国と同じぐらい成長できてないと思うんですよね。そういう意味で言うと、よくその新しい資本主義ストーリーで語られるその成長の果実がっていう話があると思うんですが、そもそも成長の果実が存在してないっていうのが出発点であるべきなんじゃないかなとは思いますね。なるほどなるほど。内戦状態っていうのはでも確かにその人口減ってるわけですからね、実際に戦ってはいないから国民の実感としてはないけれども、なので見えない敵と内戦を繰り広げているみたいな、すごく難しい状態なんだと思うんですよね。この自分たちの内なる内戦みたいなものと戦わなくちゃいけないっていうのは、その全ての先進国がこれから順番に直面していく問題だと思うんですよね。これをどういうふうにその問題として認知するかで、それ対処していくかっていうのは、日本がもしかしたら世界に貢献できる課題なのかもしれない。そうですね。そこで何らかの危機感を持って対策ができれば確かに世界に貢献できるかもしれないですよね。続きは後編でお伺いできればと思います。ありがとうございます。